はい、今回の兵庫ロケの宿はこちらです。城崎温泉朝霧荘さんです。はい、こちらコウノトリのおかみさんとかいるんですけど、これ見てください。可愛くないですか？コウノトリモチーフにされたおかみさんがね、出迎えてくれるんですけれども、この後ろにもねコウノトリがあって、コウノトリ推しがすごいんですけれども、こちらのお宿ではコウノトリを育むお米、但馬牛など、但馬の特産品を集めたこだわりの素材をその時一番美味しい食べ方で提供していただけるということで、ご飯がすっごく楽しみです。でもそれだけじゃなくて、露天風呂付きの温泉もあるということで、もしかしたら私の温泉シーンもこの後あるかもしれませんので、皆さんぜひ最後まで見てください。では行ってきます。 GO! 城崎温泉朝霧荘へようこそって書いてありますね。おー、綺麗ですね。もう入った瞬間からすごいいい匂いがしますね。ロビーも広々としていて、わー、外がね、今ちょっと暗いんですけど、私ちょっと先に着いてまして、見たらもうすごい山並みが綺麗で、目の前に田んぼとかも広がってて、やっぱり自然が豊かで、すごく空気が美味しそうでした。そしてレンタル浴衣がロビーにあったので、借りたいと思います。いや、迷いますね。めちゃめちゃラインナップが豊富なんですけど、でも浴衣は私はちょっと白地が、ちょっと爽やかだなと。こういう色がついてるのも大人っぽくていいなと思うんですけど、白の方が顔が映えますからね。こういうとこ元気そうじゃないですか。いいな、爽やかで。でもこれはやっぱ可愛い気がする。これにします。オレンジにこの帯も選べるんですね。帯もすごい種類があって、やっぱここら辺ですかね。黄色なんでこれにします。で、お土産屋さんもちょっとあって、でもすっごい種類がたくさんあるんで、ここだけでね、お土産が完結できちゃいそうな感じなんですよね。これをね、さっきちょっと私お部屋について先につまんだんですけどめちゃくちゃ美味しかった。この兵庫豊岡のコウノトリのお菓子ですかね。はい、これも小豆とお餅が入っててすごい美味しかったです。マッサージルーム無料とかあります。私のお部屋はこの201ですね。はい、ということで、お部屋の中にジェイダとやってきました。お部屋の紹介をしたいと思います。おー、広いですね。めちゃくちゃ見てください。まずツインのベッドがあって、こちらには和室もあります。すごい綺麗ですね。で、ちょっとしたリビングがこういう風にあってジェータもいます。すごい。で、リビングみたいなとこにはこのね、ドレッサーもあって、朝はここでお化粧できますね。和室がとってもやっぱり落ち着きますね。こういう畳はやっぱ旅行に来た時にあると寝転びたくなるので、この後ゴロゴロしたいと思います。はい、朝霧荘は JA 共催の宿泊保養施設なので、地元の JA を中心に生産者さんから安心安全な美味しい農産物を仕入れて、料理人さんがわざと心を尽くした料理を出してくれます。素晴らしい。はい、ということでいただきます。おお、いい匂い。朝霧荘に乾杯。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。それはメカブです。うん、ここ海なんで、この海で採れたメカブを固めてますんで、めちゃくちゃ美味しいね。うん、
アワビすっごいよ。アワビ分厚い。え、おしゃれになってる。ナス美味しかったです。ナス美味しいでしょ。うん、アワビもすごい大きいけど。ナスがレモンで炊いてるんで、めちゃめちゃ美味しいですね。うん。うん、めっちゃ美味しい。甘いで美味しい。淡路島の玉ねぎだ。なぜじいさんなんて全部地のものを、うん、ね、淡路島の玉ねぎと、うん、ここの地鶏のスープに、うんうん、熱いですからね、うん、熱いです。おおしゃれすぎない？美味しそう。玉ねぎがめっちゃいい。うん、めっちゃ美味しい。これよもぎうどん。うん、結構熱い。おぉ身じゃないやつが取れた。抜いて、うん、で広げた方が身が取れる。あ、すごい、綺麗。本当だ。あとでシュッシュッと見取りで、めちゃくちゃ見取りでシュッシュッと。すごい、こんなに抜いた方が綺麗に。油がなんか上品っていうか高級感がする。すごい、中に何か入ってる。肉がね、ちょっと。へえ、めっちゃ美味しいね。テキーラさんのお酒の失敗エピソードとかないんですか？友達と一緒に飲んでちょっと酔って、このまま飲まされ続けたらちょっとよろしくないなと思って、カバンとかを置いて帰ったことはありますね。置いて帰った、はい、トイレに行くふりをして帰りました。ホラー企画やりたいです。わ、あ、私あの怖いゲームめっちゃうるさいと思いました。逆に面白いと、なんか体動くタイプなんですよ。こう一緒にこうやってすごく怖いお化け屋敷になって。富士急ですか？なんかね、イケメンみたいな。いやー、ダメに無理無理、絶対無理、絶対無理ますよ。田島空港からの近くで、はい、スカイダイビングできたんですよ。やりたかった。スカイダイビングやったことないんですよ。バンジージャンプは、あ、もうないかな。そういう系は OK なんですか？全然 OK じゃん。そうなんだ。絶対分かりますよ、ただ食材になって。確かに直前にごねるかもしれない。頑張りってなる。まあ、あとはフルーツ狩りとかですよね。超狩り人気でしたね。うん、これからだったらさくらんぼとか、お、うん、もう私無限に食べれますよ。何個食べたか数えたいです、ちゃんと。だっていちごはちょっと大きかったから、いちご以上にでかかったですね。うん、さくらんぼはもう絶対パクパク食べる。そんなでかいさくらんぼ、さくらんぼ。よかったらどうぞ。うん、甘みが強くてさっぱりしてて、確かに日本酒飲んだことない方とかすごく飲みやすい。こちらがガッテンですか？ガッテン。こちらもなんかちょっとお米の甘みみたいな香りがして、なんか凝縮されてそうな感じの香りがしますね。最初の一口はすごいすっきりしてるんですけど、やっぱり後に舌の上で香りと味がすごい広がってく感じのお酒ですね。いやー、これはお料理に合いそうですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。舌がすごいですね。はい、そうですか？日本酒もキュプリジールでもすごく当たってたという。ワインもあれで良かったのかわからないですけど。はい、はい、はい、始まりました。バタイムああ、それでもいいですけどね。切れずにで、うん、なんかその、極
田さんのこう好きなこのワードで始まったんですけど、何でもいいですけど、始まり方って何ですか。ちょっと見ていただいてる皆さんに募集するっていうのも、その方がいいかもしれない。はい、ゆるふわタイムをご覧の皆様、ゆるふわタイムはですね、まだオープニングがはっきり決まっていないということで、木島明日香さんから私に引き継いだんですけれども、オープニングもちょっと新しくしたいということで、私たちなかなかいい案が思い浮かびませんので、視聴者の皆さんにぜひアドバイスや案をいただければいいなと思います。ツイッターでもいいですし、YouTube のコメント欄でもいいので、何かあればください。よろしくお願いします。お願いします。お腹いっぱいだよなんか今日すごい食べてばっかりの日だった気がする。新幹線で食べて、着いて食べて寝て起きて食べてみたいなあ、はい、豆腐なんですけど、はい、抹茶と豆腐のティラミス。最高です、ね。はい、近所のお豆腐屋さんなんで、近所のお豆腐屋さん、一番下に甘い黒豆が入ってます。黒豆、はい、すごい、本当に豆腐だ。でも新潟の時イメージあれですね、電気勝手に消えた。ホテルの中のヒノキ風呂みたいな。そうそうそう、めっちゃ面白かったですよ。うわー、何これ、出た出たと思って浸かりながら、まあなんかもう一回つけに行くのもおかしい話だし、もうそもそもついてるのに消えたわけだから、まあいいやと思って、普通に YouTube 見てお風呂入ってたら、幽霊が諦めたのか急にパパパパって言ってついて、もう一回あーなんかこの人あんまり怖がってないなと思ったのかなと思って、もう、ま、ついたなって思いながら、すごすぎる。怖がってないというか、まあ怖がったら思うツボだなみたいないや、そう思ってたら実際またついたんで、こっちの思惑通りだなと思って。あ、ごちそうさまでした。めちゃめちゃお得な最強に美味しい黒毛和牛がある今 JA タウンで、めちゃめちゃ人気の黒毛和牛切り落とし 1.2kg があるらしい。本当にお得で美味しいのか今日は検証。なんと 1.2kg が6パックに分かれてる。使う人のこと分かってるな。まずは黒毛和牛切り落としに塩コショウを振り、片栗粉をまぶす。次にピーマンと生姜を細切りに、中火で熱したフライパンにごま油を引いて、生姜と黒毛和牛を炒め、色が変わったらピーマンを入れる。調味料を加えて中火でさっと炒めて火から下ろす。お皿に盛り付け、ごまを散らしたら完成。いただきます。おいしい、これはご飯が止まらない。黒毛和牛切り落としはマジでおいしい。こんなにおいしいと頼んでから届くまでの間が一番もどかしいな。みんなも JA タウンお肉の宅配肉市場で注文してみてね。はい、おはようございます。ただいま朝の7時です。まだ起きてから30分くらいで顔もむくんでるんですけれども、お部屋から見える景色がこんな感じで、すごい絶景です。もう綺麗すぎてテンションが上がっております。そしてこれから朝食会場に行くんですけれども、この朝霧荘は夕食だけじゃなくて朝食もすごいということで楽しみです。では寝起き30分ですが、ご飯に行ってきます。どれか野菜から、食べたい。エビチリある。エビチリもちょっと食べたい。ロールキャベツも可愛いの。わー、これ1個食べたい。あ、でもここになんかライブキッチンみたいなのがあって、フレンチトースト美味しそう。だし巻き、あ、すごい焼いてます。美味しそう。期間限定特別メニュー、パンペルデュマーマレードソースがあるそうです。めちゃくちゃいい香りですね、バターの。みんなも食べたいですよね。あと何やら噂に聞くと、淡路島の玉ねぎのカレーがあるということで、ちょっとカレー私大好きなのでカレーもいただきたいと思います。
田島鶏と淡路の玉ねぎカレー、めちゃくちゃ美味しそうですね。これ食べたい。これを田島鶏がすっごいたくさん入ってて美味しそう。おお、美味しそう。湯豆腐プリプリですね。食べたい、早く。いただきます。これはエビのシューマイですね。うん、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 幸せ。じゃあ湯豆腐もいただきます。湯豆腐もすごい出汁の香りが効いてて、薬味でネギと生姜を乗せて出汁につけていただきます。うん、うん、おいしい。田島鶏と淡路島の玉ねぎを使ったカレー、一押しらしいのでいただきます。美味しそう。いただきます。うん、うん、田島鶏の旨味がしっかり出てて、玉ねぎもトロトロで美味しいです。本当に寝起き30分後に朝ごはんをもりもり食べています。すごいビュッフェの、ね、内容もちゃんと和、洋、中全部あって、もう選び放題で楽しいですね。お米美味しいです。全部美味しいですねこうライブキッチンで目の前でもう調理もしてくれるので、朝から贅沢なご飯が食べれて大変満足です。ごちそうさまでした。1階にございます露天風呂付き大浴場玄武の湯では、緑あふれる日本庭園をご覧いただきながらゆっくりとおくつろぎいただくことができます。浴室には手すりを設置し、洗い場には高めの風呂椅子のご用意もございますので、ご高齢のご家族もご一緒にお楽しみいただくことができます。はい、城崎温泉朝霧荘さんの、露天風呂にやってきました。セーターも一緒に浮かんでおります。もうこの外はね、こっちは日本庭園が見晴らせて、その奥が山並みになってるんですけど、すっごく景色も綺麗で、温泉もちょうどいい温度ですごく気持ちいいです。皆さんもぜひ来てください。はい、城崎温泉街にやってきましたので探索したいと思います。にぎわってますね。平日なんですけど、今日すごいこの川沿いにあってね、温泉宿もすっごいたくさんありますね。もう綺麗。なんかこの景観すごい良くないですか。あ、すごい鯉もいる川に。なんか風情漂うこの橋もあったりとか。ここは北柳通りらしいですね。全然ここをこう歩いてるだけでもなんか絵になりそうですけど。うえー、やばい、主がいる。主みたいな鯉がいる。怖っ。あ、なんか集まってきた。あ、なんか口開けてるけど。あ、温泉だけの施設もあるんですね。すごい。じゃあ日帰りで来て多分さっと入って帰れるっていうんです。あれも、あ、足湯もここにありますね。入り口に、裏側にもありますって書いてある。なんかこの昔ながらの通りですごくいいですね。雰囲気もあって。夜とかね、多分もうちょっと暗くなって、この宿とかの明かりでライトアップとかもされて、すごい綺麗だと思います。お蕎麦屋さん、うわぁ、昔ながらのお蕎麦屋さんですよ。すごい。
なんかこのディスプレイのあれも年季が入った感じの、すごい。でもこういうとこのね、お蕎麦は美味しいはずなんでね、食べてみたいですね。兵庫県はね、あの山と海の幸も取れるので、きっとお寿司も美味しいと思います。あ、やっぱり田島牛のお寿司もあるそうですね。いいですね。お肉も海鮮も食べれていいですね。でも、あー、ちょっと冷えた体にじんわりお湯が来て気持ちいいです。ちょっと今日天気が思ったよりちょっと悪くなっちゃって、雨が降ったりして気温も下がってたので、もうこういう日に足湯はぴったりですね。朝霧荘さん、もう本当に最高でした、食事も美味しいし、温泉も綺麗だし、お部屋も綺麗だし、温泉も気持ちいいしということで、もうめちゃくちゃ満喫できたんですけれども、もう景色もねすごく綺麗で、またぜひ泊まりに行きたいなと思います。そしてここの美味しかったお食事、特にご飯とお肉、コウノトリ米と田島牛だったんですけれども、こちらはもちろん JA タウン集めて兵庫で購入できます。詳しくは概要欄の雪平梨沙の美味しいを集めましたのページをぜひチェックしてください。そしてチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。そしてこれから、直売所の田島んまに行ってきたいと思います。次回のゆるふわタイムもお楽しみに。